旭川合同庁舎は北海道旭川市にある行政施設。旭川市の都市計画北サイト旭川のシビックコア地区に建設された合同庁舎。旭川シビックコア地区整備推進協議会の発足後2001年より第一期工事が開始2004年に第一期竣工2006年より 第2期工事が開始され、旭川市科学館側に、西建が建築され、2008年8月に竣工。建築工事期間中に工事現場見学会、ダンボールフェスティバル、クリスマスツリー展望会や旭川市、障害者福祉センターオピッタの、オピッタ祭り時期などイベントを開催。福祉センターと科学館のほか、ショッピングセンターが隣接する。 2001開発予算 JR 旭川駅周辺開発合同庁舎建設に15億円土地も国取得市は事業に弾み北海道新聞 AB 土曜スペシャル旭川地方気象台13日に新庁舎へ移転市民に親しまれる場に天気相談室を新設資料を揃え子供の研究にも人役桜標本機は変更北海道新聞 ABC、合同庁舎に仕立てが、完成北斎イト浅川税務署など入居へ。北海道新聞。北斎イト浅川国の合同庁舎に基調者が、今週完成法務局など7期間入居。節目に年は歓迎。北海道新聞。ありがとうございます。